マツダ・マツダ・アンフィニマツダ・アンフィニとは、マツダのディーラーの一つである。かつては、アンフィニ店と呼ばれていた。マツダは、同社初の四輪乗用車となる、R360 クーペの発売を翌年に控えた1959年に、乗用車流通網の新設計画を実行開始し、マツダオート店を設立した。これが、後のアンフィニ店の前身となる。 商用車に強い松田ダ店と異なり、乗用車中心のラインナップであり、RX-7 コスモ MPV エチュードは原則としてオート店先1となる一方で、タイタンパークウェイプロシードなどは原則、松田ダ店1 0となっていた。初期店舗サイン松田アンフィニテンサイン店舗一例店舗、一例に新たにユーノスとオートザムを加え、5チャンネル体制を完成させた。これにより、 マツダモータース店は廃止された。さらに1991年、マツダ5チャンネル化の集大成として、これまでのマツダオート店の名称をアンフィニ店に変更した。まず同年2月16日に、マツダオート広島初開地店が店舗改築と同時に、全国第1号のパイロット店舗アンフィニ初開地としてリニューアルオープン。そして、全国の店舗改装を経て、 同年11月1日にて、全国の株式会社、松田オートの法人名を、株式会社アンフィニに変更した。名前のアンフィニとは、フランス語で、無限を意味する名詞及び、無限のを意味する形容詞であり、特徴的なロゴは、フランス語での発音記号そのものである。ディーラーのイメージカラーは緑であり、コンセプトは、すべてのお客様を、ゲストと考える、新お客様発想。 お客様に無限の喜びを提供するであった。全国ディーラー網の統括は松田が直接行っていたが、広告はユーノス同様、松田の名前を完全に伏せて展開した。なお、アンフィニという名称は、アンフィニ店以前では、サバンナ RX-7 カッペラシーにファミリアの高性能上位モデルに使われていた。 その後バブル崩壊と無理な5チャンネル体制の展開によって、松田は経営危機に陥り、1996年にはユーノステンとアンフィニテンが統合され、新たに松田アンフィニテンとなり、5チャンネル体制は終焉を迎えた。2000年代半ばに取扱車種の平売が進み、松田テンと完全に同じラインナップとなった。2021年現在は、 近年のディーラー猛再編により、アンフィニと名乗る店舗や法人は減りつつある。ラインナップはこれまでのルーチェやカペラといったペットネームを廃止し、1000倍車種はすべてアルファベットと数字の組み合わせで展開するというシステムをとっていた。各車種のアルファベットである MS は英語で大いなる思いという意味のメガーロスピリッツのことである。また、 同時にマツダブランドで売られていた、マツダ MPV は、マイナーチェンジして、アンフィニ MPV に、マツダサバンナ RX-7 は、RX-7 として3代目の FD3S 型へ、フルモデルチェンジして、アンフィニ RX-7 へ、名称変更した。発売当初は、マツダ店との併売だったマツダセンティアは、デビューわずか半年後に、 アンフィニー MS-9 が発売されたことで、マツダ店1 0車種になった。マツダ色を完全に消して、ブランド1売体制を施行していたが、実際は一部車種が、マツダブランドを含んでいた。マツダアンフィニ店となってからは、旧ユーノス店のユーノスロードスター、ユーノスプレッソが、ラインナップに加わったが、この2社のみは、マツダブランドに変更されずそのまま販売された。 プレッソは販売終了後消滅したが、ロードスターは、モデルチェンジ時に、マツダロードスターに、名称変更した。また、ユーノス店で扱っていた、シトロエン車も、当時マツダが、正規輸入券を持っていたために、旧ユーノス店だった店舗にて販売されていたが、1998年、正規輸入券の終了に伴い、マツダでのシトロエン車販売を終了した。売れ行きが悪い地方では、 マツダアンフィニテンとマツダテンが統合され、RX-7 がマツダテンで売られていたことがあった。前述の通り RX-7 ロードスターはマツダアンフィニテンの先売車種であったが、RX-7 の後継者の RX-8 はマツダテンとの併売となり、ロードスターもこの頃からマツダテンでも取り扱うようになった。また、 2004年には、マツダオートザム店の1000倍であった軽自動車も全系列で取り扱うようになった。その後、マツダ1 0 0 0倍であったタイタンを、マツダアンフィニテンで取り扱うようになってからは、マツダアンフィニテンとマツダ10は、完全に同じラインナップとなり、国内向けの全マツダ車が買えるようになった。RX-7MPV は、ブランド廃止後、マツダブランドで販売。 国内5チャンネル体制の展開と経営危機器、松田100年史、第25回、第7章その3、ハット AB、遠隔。松田株式会社、2016年9月15日閲覧。日刊自動車、新聞1991年2月7日、文記事より一部地域の松田店では、アンフィニ事業部として、アンフィニ店も運営していた。 松田の名車たち RX-7 第3章。開発の奇跡 FD13 バイトロータリー1991。松田株式会社。2016年9月15日閲覧。アーカイブされたコピー。2014年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年10月19日閲覧。遠隔。松田株式会社。 2016年9月15日閲覧。ありがとうございます。